森山英治10月15日から2019年3月は、日本の地方公務員、実業家、人権教育講師、福井県大井郡高浜町西三松出身、京都府職員、綾部市都市計画係長、高浜町企画室主幹等を経て、部落解放同盟福井県連合会書記長、高浜町条約、道庁教育委員長、福井県人権研究員などを務めた。 2017年まで京都府京都市在住。浜田治三元高浜町長に招聘された後は、福井県を中心に、関西電力や福井県庁を含む複数の官民に、人権教育講師の立場を通じて、大きな影響力を持っていた。随放送交渉受賞、法務省人権擁護局長感謝状受賞。森山が町行政に君臨していた頃について、 日本共産党所属で1979年の初当選から高浜町議会議員を務めてきた渡辺隆氏によると30そこそこの自分が2位で当選できたのも暗い雰囲気を変えてほしいという民意があったのでは人権団体を率いて差別をなくす球団活動の名目で恐怖政治を敷き高浜町民を手名付けていくまさに暗黒調整の時代だったと 町の教育委員長にも選任されるなど退職後も影響力を保ったと伝えている。芝野哲夫によると関西電力と直結した浜田治三町長と森山条約が町行政に君臨して尻私欲をむさぼり、批判者には脅迫と報復で報いたという。また実質的なボスは森山条約で京都で味を占めた経験を生かし、 大井郡高浜町西、三松の自宅に、ブラック解放同盟高浜支部を組織して、誰か彼容赦なく、球団を繰り返した結果、町議会も、町長と助役の脅迫に屈し、その新衛隊になり下がった、という。10年にわたり高浜町の助役を務め、1985年に、運転を開始した関西電力、高浜原子力発電所3.4号機の誘致に、尽力し、 高浜町における原発産業の立役者となる。高浜町役場を退職した後も、町の都市計画審議会の委員などを歴任するなど、町の顔として活動し、コードネーム M として国会議員や県議会議員との人脈や関西電力との関係などから、院前たる勢力を保った。新聞赤旗によると、1978年の高浜発電所、 第3号機及び第4号機増設計画の建設協力金は9億円とされたが、助役時代の森山が落とした手帳には24億円を受け取ったと記されていたという。1982年から1987年まで町長を務めた田中津元町長は、助役時代の森山につきその仕事ぶりからやり手と評し、どちらが町長で、 どちらが助役なのかわからないという話もあったとし、原発関係は助役や企画課長が担当しており、町長は深い政治には関わらず、関西電力の担当者とも天気の話くらいしかしなかったと当時のことを回想した。部下には相手のことを考えて仕事をしろと訓示を垂れ、町議会の答弁で課長らが詰まると代わりに答えるなどし、 部下の出席後のフォローも欠かさなかった。また、役場内では、恐れられ、名前を必要以上に呼ばないよう配慮されていたという。福井県の人権行政に対しても、大きな影響力を持ち、1971年から2018年まで、福井県客員人権研究員を、2009年から2018年まで、福井県人権施策推進審議会委員を務め、 福祉関連部局の部長や、峰南振興局長に、就任時やボンクルに、京都市内の自宅に挨拶に来させるなどし、商品券等を渡していた。また、1990年代、高浜町を管轄する福井県、警察オバマ警察署や駐在所を訪れ、複数幹部に、多額の商品券や高給与などを送っていた。高浜町の原発警備会社オーイングの、 筆頭を株主で二千十七年まで同社取締役を務め関西電力からの受注増により二千七年から十二年間で十倍に売上を伸ばしたまた九百八十七年から二千十八年に体調悪化により退任するまで関電プラント顧問を務めた地元建設会社吉田開発の顧問も務め同社は関西電力からの無入札による 匿名発注などによる原発工事増加により売り上げを6倍に伸ばした。この他複数の原発工事会社に顧問等として影響力を有していた。1996年7月、関連幹部が指名入札になったことを連絡すると、熊谷組に取らせろ8月には大林組と話をつけるように要求し、翌日、幹部らは、 大林組と協議し熊谷組受注の流れが決まった。関西電力に数十億円の請求書様の用紙を送りつけたり、遅刻して関西電力幹部を叱りつけたり、奥単位の高浜町への寄付金を獲得したり、原発工事受注の差配をし工事受注手数料などの名目で原発建設会社から奥単位の報酬を得ていたほか、兵庫県高砂市の原発工事、 メンテナンス会社や田産業の相談役を2017年ないし、後日の税務調査が入った後の2018年まで務め2019年に90歳で死去した。ブラック解放同盟高浜支部からの指摘を受け、1988年に関西電力で開始された人権教育研修、同和問題懇親会、ついで1989年からは、 法務省法務局や福井県庁も巻き込んだ研修会の講師として定期的に大阪、京都、福井で関西電力役員や県庁理員を相手に教弁を取り、先生と呼ばれて関西電力の専属担当者を従え、懇親会で幹部と交流も持った。森山を先生と呼ぶ人権教育の教え子には八木誠関西電力会長や 岩根茂木関西電力社長などがいる。47年間福井県客員人権研究員を務めて、県政に多大な影響力を持っていた。県の童話問題等の人権問題の調査研究ということで補助金を支給されていた。福井県人権施策推進審議会委員、高浜町教育委員長等も歴任し、1996年には、 法務省人権擁護局長感謝状を受賞した。2010年高浜城教育委員を任期満了に伴い退任。1970年、ブラック解放同盟福井県連高浜支部が結成され、福井県内唯一の解放同盟支部の結成ということもあり、ブラック解放同盟福井県連合会も同時に結成された。森山はその結成に尽力したこともあり、 県連書記長に就任した、2年間書記長の要職に就いた。しかし部落解放同盟中央本部によると、福井県や高浜町に対する言動が過激すぎたため、2年で書記長職を解任され、それ以後、解放同盟の活動に関わることはなくなった。その後も、2018年まで、福井県客員人権研究員や福井県人権施策推進審議会委員を務め、 人権行政に大きな影響力を持ち、法務省人権擁護局長感謝状等も受賞した。ブラック差別発言をしたとされる女性教師を森山は差別や、と確認、球団を行った。女性教師は精神的に参ってしまい、教員を辞めている。ブラック解放同盟中央本部によると、解放同盟福井県連、高浜支部ともに、 全く知るよしもない出来事であり、解放同盟が関与した差別事件ではないという。2018年の財務省国税庁、金沢国税局の税務調査で、自宅から帳簿や資金の提供元や教室先が記されたメモが押収され、関西電力幹部の自宅の捜索がなされ、2011年から2018年にかけて関西電力の八木誠会長や、 岩根茂木社長、豊松州を乗れ、副社長、森中育夫副社長らに、原発マネー等防式期3億2000万円を渡していた、ことが、明らかとなった。共同通信が9月26日に報じた後、テレビや新聞各紙が追った。その前年、関西電力では、小林隆元大阪地方検察庁検事制を、委員長とする調査委員会を設置し、調査した末、 八木会長や岩根社長ら関係者を社内で処分したが、これらの事実を取締役会に対しては隠蔽した。また税務調査が開始された翌月の2018年2月に1億6000万円相当の金品が関西電力側から返却された。2019年9月26日、共同通信による特報記事の配信により明るみに出され、27日に 関西電力が緊急記者会見を開催した。その後、事態を受けた菅原和弘経済産業大臣は記者会見で言語道断、悠々事態だと断じた。また、経済産業省で記者会見を開いた小早川智明東京電力ホールディングス社長は、東京電力にはこのような問題はないとした。2019年10月2日に、 関西電力が改めて記者会見を行い、金品の受領を断ると激行した森山から、どうして受け取らないんだ。なぜ、わしの志である、ギフト券を返却しようとするのか。無礼者、わしを軽く見るなよ。お前の家族がどうなるのか分かっているのかと、土下座を強要されるなど、断れない力関係にあったと説明した。2020年3月の報告書によると、 関西電力は森山を欠航する噴火リスクだとして対処されていたことを明らかにした。新たな記者会見を受け、菅原経済産業大臣は改めて言語道断の事態と断じ、会見をしても本当に真実なのかわからないと語った。さらた豊洲原子力規制委員会委員長は、まだそんなことがあるのか、憤りを感じたとし、関西電力の対応を批判した。また、 大島県一流国大学教授は会社全体で組織的に行っていたのは明らかだ、賠償化しているように感じたと疑問を提した。日本関西役協会の岡田常次会長は関西役が取締役会に報告しなかったことに関し、おかしいと思うと述べた。関西財界では関西電力による2025年日本国際博覧会への15億円の寄付の予定に支障が、 生じないか懸念され、池田博之関西経済同友会代表幹事は、記者会見で説明の必要性を主張する一方、身体に関しては、ノーコメントを貫いた。八木会長が副会長を務める関西経済連合会の松本正義会長は、関係者に疑義を持たれるようなことをしてはいけないと述べた上で、記者会見で副会長職の続投を宣言していた。 ヤギの処遇について、第三者委員会の報告を待って決める考えを明らかにした。しかし、世論の集中放火を浴び、結局第三者委員会による調査を待たずに、ヤギ会長と森中副社長、後ろ常務、鈴木常務、大塚常務が10月9日の臨時取締役会で退任し、岩根社長も第三者委員会の取りまとめに当たった後に辞任する。 方向で調整される運びとなった。第三者委員会は委員長を田崎慶一元検事総長が務め、奈良道博元第一東京弁護士会会長らが委員に久保井和正元日本弁護士連合会会長が特別顧問にそれぞれ就任した。2020年3月に公表された第三者委員会の報告書では、 関西電力から森山側への便宜供与が認定されたが、森山ら被疑者の一部が死亡していたことから証拠、不十分となっており、刑事告発の見送りが決定された。また特に責任が重い関係者として、森妻平か助相談役、八木前、会長、岩根社長が指摘され、いずれも前後して辞職した。2020年4月には、中村直人弁護士を、 委員長とするコンプライアンス委員会が設置された。同年全館注意義務違反があったとして、関西電力から、八木元会長、岩根元社長、豊松元副社長、白井元常務に対し総額19億3600万円の森本社長に対しては1億7000万円の損害賠償請求訴訟が大阪地方裁判所に提起された。一方、 監査役を務めた、土井浩二元検事総長、大坪文雄元パナソニック社長、牧村久子京都女子大学名誉教授、都市務元日本エネルギー経済研究所専務らに、関しては、全館注意義務違反があるとされたものの訴訟の提起は、見送られた。また、同年新たに取締役候補とされた、佐々木茂夫元大阪高等検察庁検事長につき、事前に、 金品受領問題を認識していなかったと虚偽の説明が株主に対してなされ、後に訂正された。福井県調査委員長の藤井武雄弁護士によると金品を受け取らない人たちに森山は、わしの社会的身分を見下げてみているから受け取れんというのかと、ブラック差別だと主張して同括していた。MBS によると森山の影響力は、 金品のばらまきと同活の繰り返しになり立っていた。お菓子など、容器の底に金品を入れて渡し、相手が拒否すると、蒸気のように激光することで知られていた。関西電力代表取締役社長の岩根茂樹は2019年10月2日の記者会見にて、非常に同活をする方で担当者への厳しい同活が7年前から続いていたと述べた。 森山から金品を受け取ったことのある20人は拒否すると、お前、誰に向かって言う天然、無礼者。わしを軽く見るなよと激高されるため受け取らざるを得なかったし、少しでも意に沿わないことがあると急に激高し、無礼者。お前は何様だお前の家にダンプを突っ込ませる。お前にも娘があるだろう。娘が可愛くないのかなどと長時間にわたり叱責、罵倒。 脅迫することをしていた。また、森山の同活は過熱で、その影響からか、体を悪くし、半身不遂になる者もいた。役場で同僚だった大井軍選出で自由、民主党所属の田中博則福井県議会議員は、真面目で、厳しい人だったと実戒した。鶴ヶ市選出で自由民主党所属の石川与蔵基地、第89代福井県議会議長は、 森山の業績に関し、関西電力は森山本助役のおかげで大きくなったというぐらいのことは言ってもいいと述べた。福井県大井郡高浜町西、三松、京都府京都市。ありがとうございます。